は今日の試合を振り返っていきます。ファイターズの先発はポンセ。マリーンズはアンナウトランナーなしから加藤としは空振りの三振。さらにはツーアウトランナー二塁一塁、ランナーを序盤から出すポンセなんですけれども、高野さん、しっかりと抑えましたよね。粘り強かったですよね、うん、はい。そして2回の裏、ファイターズはワンアウトランナー一塁三塁、マリーンズ先発の森亮太郎からチャンスを作って上川畑、先制のタイムリーヒット。低めの難しい球ですけどね、本当昨日のリプレイのようでしたね。そうでしたね。ワンアウトランナー一塁三塁、8番のワンボーロン。いや、エスコンフィールドの初打席でね、この結果ですからね。いや、本当に気持ちが入ってたし、この後ガッツポーズね。そうですね、素晴らしいです。ワンボーロンの2点タイムリースリーベース、これで3対0。これで終わりませんでした。さらには9番の古川、一塁線を破るタイムリーツーベース、これで4対0。2回4点をファイターズが先制します。4回の表です。マリーンズは2アウトランナー2塁3塁、ポンセピンチを迎えますが、荻野をショートゴロに仕留めます。まあ、この回ね、清宮選手のエラーもあったんですが、清宮選手が助かりましたね。助かりましたね。ポンセが救いました。さあ、そして4回の裏、ツーアウト一塁から松本剛、まあ、これもランナーなくなった後からのね、盗塁失敗の後ですから、これは大きかったですね。はい、ここにも古川が絡んでいました。そして6回です。ところ際どいタイミング、ただこれがアウトになりました。5対0、ポンセ6回8安打、ただ無失点しのいで7回は福田です。マリーンズノーアウトランナー2塁、代打の山口、この万波のプレーもう森本コーチ見ました、素晴らしいって言ってますよ。言ってますね。いや、本当素晴らしいと思います。さあ、そして8回の裏です。ファイターズはノーアウト満塁で、ここまで打率10割の古川、プロ初の猛打賞。ここは犠牲フライ。もう10割継続。そうですね。そして2打点。6対0、貴重な1点を追加します。そして9回には4番手北浦が上がりました。ツーアウトランナー1塁で最後中村翔吾、ファーストフライに仕留めまして、試合終了6対0。まあ、ファイターズが本当に完璧な試合運びで勝利をものにしました。マリーンズに勝ち越し、そしてファイターズは4連勝、ポンセは今シーズン初勝利。いや、ファイターズのいいところが存分に出た試合になりましたね。存分に出ましたね。今日は3人ですね。ワンボーロン、古川雄大、そしてコディ・ポンセ、3人の名前が呼ばれました。素晴らしい活躍を見せた3人がお立ち台に上がりました。中村さん、どんな言葉が聞けるのか楽しみですね。そうですね、丸選手、高橋選手、大橋選手には MVP 賞として有吉さんとのプレミアムチケット10万円分が株式会社セブン&アイクリエイトリンク有吉さんとの部長藤原和明様より贈られます。
さあ MVP 賞が今贈られています。さあこれからヒーローインタビューが始まるところ、さあお聞きいただきましょう。エスコンフィールド北海道の、そして各メディアの前のファイターズファンの皆さん、今日はエスコンフィールド北海道初ヒーローのお三方です。ワンボーロン選手、古川選手、ポンセ投手です。まずワンボーロン選手、およそ1年ぶりの一軍での出場となりました。どんな思いで試合に臨まれましたか？久しぶり、嬉しい。その第1打席、一振りでタイムリーという最高の結果が出ました。打球が抜けた時にはどんな気持ちでしたか？めちゃ気持ちいい。支配下に帰ってきて、まだまだ試合は残っています。これからどんな活躍を見せたいでしょうか？頑張ります。日本語で頑張ってくれたワンボーロン選手にお帰りの意味を込めて大きな拍手を皆さんお願いいたします。ワンボーロン選手でした。ありがとうございます。続いて攻守に大活躍、古川選手です。ありがとうございます。古川選手も5月6日以来の1軍での出場になりました。どんな思いだったでしょうか？3ヶ月前に、ミスをしてしまったので、そのミスを取り返そうと思って試合に臨みました。まずはバッティングから伺います。第1打席からいきなりタイムリーが出ましたね。はい。あの打席、どんな意識でバッターボックスに向かいましたか？まあ後ろにつなぐ思いで、一番はつなぐ思いで、打席に入りました。そのタイムリー1本に終わらず、今日は古川選手、プロリーグ初の3安打猛打賞、さらには最後犠牲フライと、全ての打席で最高のアピールができたんじゃないですか？いかがでしょうか？そうですね、最高のアピールになったと思います。そしてキャッチャーとしてもお隣のポンセ投手をはじめ、さまざまな投手をリードしました。勝利に貢献しました。いかがだったでしょう？いや、もうピッチャー陣の方が、いいボールを投げて、くれたので、そのおかげだなと思います。これでチームは4連勝、そして2カード連続の勝ち越しを決めました。古川選手も今後に向けてメッセージをお願いします。まだまだ連勝を伸ばせるようにやっていきたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。古川選手でした。そしてポンセ投手です。今シーズン5試合目の登板で今シーズン初勝利、今どんなお気持ちでしょうか？ Feels very good. Glad it finally happened. とにかく嬉しく思います。やっと一勝できたなという思いです。今シーズンは怪我の影響もありまして、長くチームを離れるという時期もありました。ファンの皆さんもここ本拠地エスコンフィールド北海道でポンセ投手のこんなピッチング待ってましたよ。ありがとうございます。ポンセ投手にとってここエスコンフィールド北海道はどんな場所ですか？ It's an amazing place with amazing fans. 本当に素晴らしい場所と、本当に素晴らしいファンの皆さんがいる場所だと思っています。今日は古川星とのバッテリーを組みました。昨年はノーヒットノーランも達成した
コンビでした。今日は古川、星といろんな会話をされたと思いますが、いかがだったでしょうか。It was great. With every catcher that I've had, it's been amazing. But, you know, with Udai, it's a little something special that kind of goes back to last year. 嬉しい、本当にいい結果ができたと思いますし、ファイターズのどのキャッチャーと組んでも僕は本当に投げやすいんですけども、昨年のノーヒットノーランからやはり古川に関してはスペシャルな特別な気持ちが僕自身あるので、今日も本当に古川とバッテリーが決めてよかったです。まだまだ後半戦チームの試合数が残っています。本瀬投手のナイスピッチングもファンの皆さん楽しみにされていると思います。ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。 Thank you guys for showing up day in and day out. We couldn't do this without your support. 本当に毎日エスコンフィールドに来てくださってファイターズを応援してくださってありがとうございます。僕たちも皆さんの応援なしには戦えないので、今後とも応援よろしくお願いいたします。以上、今日のヒーローインタビューでした。ポンセ投手でした。